悠久の歴史が息づき、豊かな自然があふれる町浜松。人はこの場所をこう呼ぶ。本州最後の楽園と浜松パラディ。今回のテーマは浜松の食材。全国の市町村で2番目の面積を誇る浜松市。温暖な気候や水資源に恵まれた浜松には美味しいものがいっぱい。中でも今特に注目されているのが畜産業。訪れたのは勝山秘密村。自然に囲まれながらキャンプやバーベキューができます。美味しい牛肉と豚肉を用意しております。浜松市北区稲佐町で育てられている峰の牛。一つの群れを5頭以下に制限しています。並んで餌を食べたりとかですね、喧嘩したりとかが少なくて、のびのびゆったり牛たちが過ごすことができます。夏場は1日に100リットルもの水を飲むという肉牛。峰の牛は牧場にあるきれいな湧き水を与えることで肉の美味しさにつなげています。勝山秘密村の川道さんに峰の牛を焼いていただきました。味付けはシンプルに塩だけです。いただきます。赤身と脂身が絶妙なバランスでマッチしていて、もう本当に幸せです。続いては豚肉。浜松市北区細江町にあるトンキーで販売されているのがブランド豚、富士の国浜名湖育ち。与えている餌にこだわりがあるといいます。オール穀物だけで育ててますので、油の質があっさりしてるっていうのは特色なんですね。天霊さんと川道さんは富士の国浜名湖育ちを地元で採れた野菜と一緒に串焼きにしていただきます。いただきます。はい、うん、おいしい。とっても柔らかくて、塩だけで十分甘くて美味しいです。自然環境に恵まれ、美味しい食材の宝庫と呼ばれる浜松市。生産者の日々の努力や研究が食材の宝庫を支えています。